それこそあれですよね、リンゴの皮むき対決の動画を見ていただければよくわかると思う。朝飯企画で、ゲームの一つで、リンゴの皮を一番長く剥けた人たちっていうのやったんですけど、一人超危ないな剥いたことがなくて、剥いたことがない人が包丁持つと危ないっていうのかな、手を切りそうな危ないってこと、はい、なんか包丁持って暴れまくって危ないってことじゃなくて、本人は真剣なんですよ。あ、じゃあ別にそれだったら、なんか僕は包丁持って危ないって聞くと、このご時世さ、なんかこう包丁持って暴れる人かなと思って、それはちょっとご遠慮したいなと思うんだけど。そう、いやいや、それはご遠慮ですね、それは私たちがご遠慮です。どれ、わあ、あ、この一番右の方？はい。おいや、これというかさ、アモの持たせたら危ない人なんじゃないの？本当に本当にこれ危ない人なんじゃないの？これ刺してるよ。ほらほら。はい、そういう人がいるんですよ。まあ、この3人なんですけどね。なるほどね。あれは衝撃でしたね。はい、怖いね。まさか本当にまさかでした。ん？と思いました。いや、しかもその日ちゃんと朝ナイフ研いできたんですよ。だからすっごい切れると思って。怖いね。それがあのこうやってこうやって、ね、ということで、ぜひタイミングが合えば何とか来たいと思いますので、ナイフは持たないで来て幸いです。何とぞ。カマ持っとこう。こう、わあれやってもらえますか、あの縄結んで、縄結んでね。ああ、縛れるかな、ロープ縛れるかな。実はド S とかさ、縛れるんじゃないの。どんな、もう先に傾向と対策。いえいえ、そっか、はい、了解です。でもその時はぜひ、はい、ライトとよろしくお願いします。そうですね、はい、そうですね、そこですね。もちろん田んぼは逃げません。はい、ありがとうございました。この風景も全然変わってくると思います。あ、そうですよね、うん、ね、秋の風景がまた違ってくるんで。そうですね、それも楽しみに。またバーベキューしながら、あ、美味しいご飯がまた食べてるね。そうですよ、ご飯を食べたくて今日頑張ったんですよ、私は。じゃあこの後が温泉、風呂温泉です。風呂行くの温泉です。一汗流したから行きましょうよ温泉。わーい、5時が過ぎたんで半額になりますので、はい、わーい、やばい、旅行や、旅行や、これや、覚え描いてたのはそれや。